根室中標津空港に来ています。これから羽田行きの、アナ機の離陸があります。クリアランスは終わったので、これからプッシュバック要請が入って、ランウェイ26、滑走路26番の方にね、機種を向けてタクシーをするっていう、その流れを撮影したいと思います。北海道の天気は結構変わりやすいですね。やっぱりここも海が割と近いといえば近いので、さっきまでね、雨ザーザー降ってたんですけどね、雨止んで今はとてもいい天気になってます。撮影しやすくなってよかったです。ボーイング737-800の機体です。